皆さんこんにちは、長崎のぞみです。今日はなんとプロスピで試合をしたいと思います。対戦相手は元阪神の石崎投手と対戦したいと思います。はい、どうも、元阪神タイガース石崎剛です。今日はプロスピで長崎さんをしっかりと倒したいと思います。イエイ。スリーランホームラン。わ、デッドですね。私はプロスピ歴がまだ2週間とかで、まだレベル30とかなんですけど、石崎さんはどのくらいされてますか？そうですね、僕は3年ぐらいしかやってないんですけど、あんまりゲーム不得意なんで大先輩だもう私はピッチャー投げるタイミングのこの合わせるベストピッチってところがなかなかできなくて、ちょっとマリオカートとかでもドブになるぐらい本当にゲーム音痴なんですけど、こう周りのみんながやってるのを見てすごいやりたくなって始めて、ちょっとまだまだできないんですけど、今日はちょっと対戦をしたいと思ってるんですけど、ちょっと真ん中にしょっちゅう行っちゃうんですよね。まあその辺はまあちょっとハンデということで、失投した真ん中だけは打たないようにします。ありがたい。でも多すぎるんでもうやばいと思ったら打ってください。はい、わかります。ツーストとか。はい、はい、やばいなぁ、 S ランク2、3人しかいないからなぁ。伊崎さんいます？ S ランク。はい、やっぱいる。3年やってますもんね。お、私がピッチャーから、ね、よっしゃ幸先いいぞ。低いやつはもうヘボすぎてやばい。よしよし。うわ、なんか攻め方やらしい。もうやらしくいかないと、もうすぐ嫉妬来たんで。うわぁ、もったいない今の。全然嫉妬来ないし。今日調子いいです。あ、言ってるっす。言ってるっす。あ、デッドボール。え、デッドボール。よっしゃ。どうなってんの。またや。これはね、すぐ嫉妬しちゃうんだよな。あー、やばいやばい。インちゃん、よっしゃ、やばい。うわー、しよ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 し、やば、もうすでにピンチ、やば。よし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 、いけ。これは手出さんか。次はここだろうな。あれ、ここ悪いな。あー、またや。あー、よし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 。そうでしょ。ナイスナイス。なんとかなんとか生きてる。よっしゃー、やばい、そこの一点取られた。もう先制点いただきました。下手くそすぎやん。あー、またや。よし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 。いけ。おー、やっと来た。だいぶ落ちるな。あー、よし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 。狙ってたのに。あー、もうまたや。これは、ごめんなさい。追い込まれてる。追い込まれてるんで。え、スリーランホームラン？いや、追い込まれてたんで、さすがに嫉妬は打たせてもらいました。そうですよね、ツーストは仕方ないです。はい、ごめんなさい。うわー、私の好きな鳥谷さんが、いけ。やばいやばいやばい、超えろ、やばい。よっしゃー、鳥谷さんのバッティングされた。やばい、終わらない。うん、危ねえ。あー、曲がるね。うん、そろそろ来るやろ。来た。あー、狙っとったのに。やばい、配球読まれてる。いけ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 。あ、まあ、スライダーじゃない。スライダーじゃなかった。セーフやけど、もう4点取られてる。やばい、これコールドあるぞ。やばい、めっちゃこれマイナス37とマイナス、いかついな。行けようか。あ、これいつも振り遅れるんやけど、タイミングわからん。
よし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 。よし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 、セーフセーフ。迷うなぁ。あーそう、バッティングもミートできないんだよね。うちも投げるのも打つのもちょっとまだダメだ。あーよし、いいぞ。57キロ。目がついていかないゲームに。あえ、落ちた。ボールボール、よし。あー当たらん。いいよ。やばい、いつも通りだ。あーまたや。3人で抑えた。この岡本和真のファーストフライ、これもう私何もう8割ぐらいやってる。あーよし頑張って無失点。よし、ええ、取って取って取って、よし選手交代しよう。じゃあ私はもうマルティネスからでいっちゃいますよ。よし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 、すごいんだよなマルティネス。これもう変化球しか放ってこないパターンかな。あーよし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 、ナイスマル。どうしよう、慎太郎やっぱ変えた方がよさげだな。ちょっとピッチャー交代しますわ。うわー、なんだろう、藤浪ピッチャーでも打ててないんだけど、みんな来てもちょっと頑張って当てよう。ラファエル・トーリス。いけいけ、あーよっしゃー、池さんだ。ああ、またや。だ外野に飛ばない。池。ああ。私も評価してる S ランク。うわ入ってる。決まれ。ああ、終わった。三振で。ノーヒットノーランです。ノーヒットノーランされた。やっぱやって2週間じゃこんなもんか。本当のスリーランが なかったら1対0でした。結構僅差でしたね。優しい。がっつり打たれてましたけどね。しかも変化球普通に打たれてたんで。いや、まだまだ人と対決するレベルじゃないなって思いました。こんなのプロスピーやってる人からしたらもうひどいなって感じだと思います。頑張りたいと思います。本当にもっとレベルアップして。そうですね、まあ僕も久々にやったっていうのもあるんですけど、まあこうやってゲームを通して野球の楽しさだったりとか、まあ改めて感じさせてもらえたなっていうのが一番の感想であって、まあでも長崎さんやられて2週間ということで、まあ思ってた以上に結構上手でした。ただ配球がやっぱり読みやすかったっていうのがまあ正直なところなんですけど、まあ楽しく対戦させていただきました。ありがとうございます。ということで今回石崎さんとプロスピの対決をさせていただきました。石崎さんも石崎剛石直球チャンネルを、はい、されてるそうなので、ぜひ皆さんそちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。